本日ですけれども、富津岬にやってきました。明治100年記念展望塔が見えます。ここに登ります。富津岬の最先端にあります。五葉松の形をモチーフにしたそうです。全体感はこんな感じです。登り口は何箇所かあるみたいですね。幾何学的な構造になってますね。さて、どこから登ろうかな。日当たりがいいこの辺から登ろうと思います。出発。階段が続きます。本日はいい天気なので景色もいいですね。ひたすら登っていきます。あと少しかな。階段は続いていきます。高くなってきました。海も澄んでいて綺麗ですね。さて、登るぞ。到着。約5分弱で登りました。景色は最高ですね。こちらは駐車場側です。ちなみに駐車場は無料です。海も綺麗ですね。遠浅となっています。
これは展望案内ですね。ぐるっと一周してみたいと思います。第一開放が見えます。近寄ってみましょう。ここは上陸することはできません。それでは降ります。今回は上りと違うルートで降りたいと思います。ベンチもありますね。ベンチで休憩したいところですが、一気に降ります。海が正面に見えます。もうすぐかな。いい運動になります。到着です。疲れました。景色最高でした。それでは、バイバイ。